こんばんは、初スパちゃん。いつも拝聴してます。竹井さんが以前眠くない場合でも必ずしも睡眠が足りているというわけではないとおっしゃってたと思うんですが、竹井さんの中で今睡眠が足りてるのだとか、もうそろそろ睡眠をとるべきだとかって基準あるんでしょうか？あ、脳が疲れてきたらです。はい。脳の処理能力が下がってきたら寝ようと思います。はい。目に出るんで、俺の場合は。こう、目にもう明らかにその脳の疲労が現れるんで、結構簡単に把握できるんで、それを大事にしています。